Bonjour, bienvenue chez CQN. Moi, je m'appelle Shaw. Je suis chargé de l'exportation et du développement de réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous allez rencontrer Tomio-san, quatrième génération de CQN, qui va expliquer l'histoire de CQN. Bienvenue.私ども聖光院は、江戸時代のですね、末期開園年間に東京の根岸というところで創業しております。主体は山田庄之助という方ですね。私どもの現在継続して私が、4代目でございまして、現存する盆栽園では日本では一番長く継続している縁の一つでございます。まあ東京っていうところはですね、江戸時代の将軍が住んだところでして、まあ宮内庁の中に現存する盆栽の、三大将軍の松というのが、これが約550年ぐらいの樹齢の盆栽ですが、非常に元気にしておりまして、そういうふうに江戸の生活文化としてですね、盆栽は非常に発展しておった。その、なんていうんですか、一番、完成で、そして避暑地としての役目を果たしておった根岸の里というところで初代は開園してますので、いろんな種類を約70種類ぐらいの盆栽を植物を扱っています。特に、竹の盆栽とかですね、柳とか、普通やらない、それから創作盆栽では石突きの盆栽と、大変その私どもの大体名人って言われたぐらいの、作品をですね、引き継いで、現在も私がやってるわけでございますね。そういう場所ですね、聖光園っていうの。一時ですね、江戸末期には王家園っていう名前で園を開いておったんです。それが大谷園っていうのと非常に紛らわしい園二軒ありましたんで、途中二代目が聖光園と園を改めをしている、そういう経過がございますが、まあ、今聖光院といえば大変、幅広く彩花盆栽という一番新しい盆栽も非常に約生徒さんが2500名以上おりますから、非常に今関東中心にしてですね、大変発展して、女性の方に大変盆栽が人気がございます。若い人も年寄りも生活文化としてね、楽しんで今日に至っているわけです。私はですね、聖光園の4代目でございますが、3代目の釜次郎っていうのが私の義父ですけども、その方から大変盆栽を教わりまして、まあ盆栽の日本盆栽作風展っていうところですね、これが毎日新聞社主催で開催されたんですが、私はもう盆栽をやりまして3年目で、国際的な盆栽展で外務大臣賞をもらったり、10回展っていう節目で総理大臣賞をいただいたり、いろんな賞をたくさん盆栽で若い時からやってきましたので、大変独自の展開もしましたけど、この盆栽っていうのはですね、日本の和の美としてですね、もっともっと発展させたいと思って頑張ってきておりまして、今日では埼玉市がですね、盆栽美術館っていうものを
誕生していただいたのは私が起案者でございまして、やはり盆栽は芸術の域までですね、高めていくことが世界の平和につながるという私の信念でございまして、海外にも私は随分約30カ国ぐらいに行っていろいろやってきましたし、それからヨーロッパにですね、拠点としてイタリアに日本盆栽作家協会を支部を作ってもう20年過ぎました。そういうふうにですね、日本の盆栽文化を海外に広めてまいりまして、埼玉市から文化賞をいただいたり、国の文化庁長官賞をいただいたりですね、いろいろと、まあこの私は現在86歳ですけど、まあ盆栽をやってですね、大変生きがいを感じて、そしてまあ現在でも現役でやって今日に至っているということでございますね。この大宮というところはですね、来年100周年を盆栽で、迎えますので、来年はいろいろと4月から11月の間にいろんなイベントを組んで、おりまして、現在進行中でございます。ですから盆栽を通じていかにですね、社会に貢献できるかと、世界の平和にですね、つながってほしいというふうに、盆栽を通じて、世界の方々と融合して、楽しんでまいりたいと、このように現在考えている次第です。